はい、どうも、宮田です。こんにちは。なんか、あの、明日のメンテナンスでシャークが復刻するっぽいですね。まあ、シャークといえばね、あの、夏木豪気たちに次ぐ、あの、センターですよね。はい。と思うんですけど、まあ、紫原と同レベルぐらいの強さを誇ると思います。個人的に。そう思ってます。はい。で、シャークについてはちょっとおさらいしていこうと思うんですけど、まあ、あ,、ま、あの、まず、特性なんですけど、シャークは、ゴール下で攻めるとき、高確率でダンクシュートを放つことができます。 普通のセンターはね、レイアップとかになるんですけど。はい。で、不安定なレイアップになりにくいですね。で、さらに相手がセンター選手がいないとき、リバード能力が大幅に上昇します。つまりこれ、ナツキキラーってことになりますね。はい。で、さらに、アウトサイドのシュー、アウトサイド選手に匹敵する爆発的な速度で高いジャンプ力を持ってるんで、あのー、そのブロックが強いってことになりますね。で、ディフェンス時に加速ボタンをタッチすると、短時間の間、追加で移動速度が上昇しますね。 で、相手が移動、移動、相手がシュートスキルを使用すると、一時的にさらに大幅に移動速度が上昇します。さらにリバウンドの高さとブロックの高さが上昇します。相当特性強いですよね。わかりやすく強いです。で、バーストなんですけど、ここからはちょっと動画で見ていこうと思うんですけど、そんな感じなんですけど、これ結構使うの難しいっぽいんですけど、要はめちゃくちゃ高いブロックってことですね。要約すると。そんな感じですね。はい。 で、さらに強化することにより、えー、っと、ブロックの、ブロックこれキャッチするんですけど、あの、まあ、他のスキルであるんですけど、このブロックのキャッチする発動率が上昇します。強化することにより。はい。で、えー、次の,ス,あのスキル見ていこうと思うんですけど、まずブロックキャッチですね。これさ今今今言いましたけど、このブロックキャッチって言って、あの、あの、シャークの場合すごい、ボールをキャッチするんです、ね。ブロックした時に。はい。 で、さらにこれ強化することにより、キャッチ率が大幅に上昇します。はい。で、次のスキルは、えー、バックショック、バックショックこれはあの、ポストプレイした時に相手をね、必ず、相手接触したら必ずコケ立つことができます。これ相当強いですよね。で、さらに強化することにより、ターン速度が上昇します。で、さらに強化することにより、パスもらってすぐ使えます。で、さらに強化することにより、の、 バック、バックショックからドリームステップ、あ、ドリームステップにつなげることができます。はい。で、次はドリームステップなんですけど、これが今言ったやつなんですけど、これ。これちょっと見てもらった方が早いですね。こんな感じのプレイができるんですね。シャーク。で、さらに強化することにより、本当強いんですよね、これ。この動きから、パスにつなげることができます。これ強いですよね。これセンターにしては、こんなトリッキーなプレイ、他のセンターは絶対できませんね。 さらに強化することにより、これ、ターンして後ろに、後ろでフェイダーウェアするかと見せかけてタンク。だからシャーク、オフェンスも強いんですよね。で、最後のスキルなんですけど、不屈のリバウンド。これはあの、ボックスアウトされても、あの、リバウンド能力が落ちないみたいな感じですかね。で、さらに強化することにより、倒される確率が減少します。 さらに強化することにより、リバウンドを噴脱能力の減衰効果が、マイナス20%になります。はい。こんな感じですね、シャークは。はい、シャークは、まあ、個人的には相当強いセンターのブルに入ると思うんですけど、<laughs> はい。まあ、見た目がこれですからね。<laughs> まあ、多分これ。知ってる人、あのー、若い人知らないかと思いますけど、まあ、ギリ知ってるかなあの、シャキーロ・オニールですね。がモデルだと思います。はい。 シャキール・オニールがモデルですね。34番っていうのってあれですけど。はい。元レイカーズの。レイカーズとかヒートとかサンとかで活躍した。はい。まあ非公式なんですけどね。はい。まあ、名前もシャークって言いうの。そのまんまです。はい。あ、おすすめ訓練なんですけど、おすすめ訓練は、まあ、リバウンドとジャンプ、ブロック、筋力あたりですかね。あとはゴールしたとこ、ダンクのミドルなども、振るかどうかちょっと迷いますね。で、スキンはリバウンドと筋力またはジャンプあたりがいいそうですね。 はい。あとは、あのー、テンプは、テンプはここで見れるんですけど、今使ってる人は、まあ、初級はクイック回復、アイアンウォール、抵抗、あ妨害抵抗、あたりです、ね、で、中級はバーストジャンプ、リバウンドマニア。で、高級は暴力リバウンド。あたりが、今使ってる人は使ってるっぽいですね。はい。ということで、シャークについてでした。最後までご視聴ありがとうございました。